緊急。今緊急で動画撮ってます。まさかまさか昨日転売屋から PS5 買っちゃおうかなんて言ってた昨日、その1日後7月30日TSUTAYAの店舗から電話がありました。ゲームについてお話がありますと留守番電話が入っていて、かけ直したら抽選番号を教えてくださったらお話がありますって言われて、今ちょっと帰りだからすぐ準備できなくて5分後に電話しますって言ってるところです。これは来たんじゃないか、 PS5 当選したんじゃないか。うわ、ドキドキしてる。今電話しました。抽選番号をお伝えしたらやっぱり当選してた。嬉しい、やべー、当選してた。うるさいってな、うるさいってな。今仕事終わり20時30分ですけど、車を走らせて今日取りに行きます。もう嬉しすぎて店員さんにも8月2日まで取り置きできますって言われたけど、今日行きますってもう即答です。よし、今から取りに行くぞ PS5。 今TSUTAYAの前に到着しました。買いに行くぞ。いよいよ、すみません、今日お電話いただいて当選しましたよということで、はい、受け取りに来たんですが、今 PS5 を受け取ってきました。やばい、でかい。ラタンの助手席には乗り切らん大きさ。うわー、 PS5 がある、ここに PS5 がある、 PS5 がある。 PS5 さんは今シートベルトをしています。めっちゃぎゅうぎゅう。はい、今寮まで車を飛ばして戻ってきました。いや、マジで嬉しいわ、 PS5。 今すぐ開封したいところではあるんですけど、まあ、今日は夜も遅いし、あんまりねバタバタするのも寮では迷惑になるかなと思うので、明日仕事ではあるんですけれども、仕事終わってから開封やいよいよ起動とかそういったこともやっていきたいと思います。やべえ、嬉しい。絶対当たらんわとか言って本当にすみません、TSUTAYA様。ありがとう TSUTAYA様。